お疲れ様です。お疲れ様です。何ですか今日。いや今日あのさ、いきなり呼ぶのやめてくんないかな。あのもう夜だしさ、なんか、はい、いやここまで来るの今日大変だったね。ここね、はい、新宿区の大久保公園っていうところなんですけど、はい、いやいきなり最寄り駅行ったら小田急線なんだけど止まっててさ。あ、そうなんですか。電車燃えちゃって。電車燃えちゃったんですか。だから俺もいろんな線を乗り継いでやっとここ来たんだもん。今日汗だくだよ。お疲れ様です。で なんすか急に。俺さ暇じゃないからね。今日たまたま家でゴロゴロしてたけど。めっちゃ愚痴りますやん今日。急なんだもんだって。一応ね森脇だよ一応ね、はい、当日って何。何当日ってバイト変わってみたいな感覚でなんかさ。いやいやいや呼んでるでしょ。いやいやいや今日ここ新宿大久保公園で激辛フェスをやってるらしくて。だからこんなザワザワしてる。そうです。で今日最終日なんですよ、うん、それ今日知ったんで、うん、森脇さん連れてかなきゃと思って。なんでなんでなんでって、この間私ドッキリやったじゃないですか、うん、でまあまあ辛いけどちょっとだけ苦しそうでしたよね。まああれちょっと辛かったね。本当ですか。辛いの好きだけどね、うん、で辛いの好きって言ってるじゃないですか、うん、だからこの激辛フェスって、まあ、いろんな辛いものが集まってるフェスなんですよ、うん、だから森脇さんがどれだけ辛いものを食べられるのか私検証しようと思って。あ、そういうこと。はい、俺辛いも好きだから。いやそれは嬉しい。え、やった、食べさせてもらえるってこと。そうですけど。あ、それいいじゃない。じゃあ行きましょう。でもこの間まで辛いって言ってたんですけど大丈夫ですか今回。自信ありますよ。いやあれは辛かったよ。でも正直本当ですか。あれ辛かったら今回ちょっと きついと思いますけどね。一般の人もいっぱい来てるわけでしょ。そうです。そんな辛くないですよ。じゃあ検証してみましょう。絶対美味しいと思う。有名店がね来てるわけだから。そうですね。分かった。じゃあ行きますか、はい、行きましょう。とりあえず入って。はい、はい、どうも森脇 TV です。ここから仕切り直すんでいいんだよ、はい、今日は激辛グルメ祭り。激辛だけど超うまい。ここは新宿区の大久保公園に来ております。なんか激辛フェスをやっているということで、その分辛いの好きなんで今日はただただ楽しいロケになるんじゃないかなと思ってます。じゃあ早速なんか買って食べますか。はい、すいません激辛でお願いします。すごいにぎわいですね。すごいですね。こんなに辛いの好きな人が世の中にいるんですね。確かにすごいすごいいっぱいいます。すごいよね。踊れてます森脇さんが。でも若い女性が目立つ。確かに確かに。まず1品目来ました。はい、これです。見てください。1品目からこれ。はいそうです。まあまあでもまあまあまあでも辛いの好きやから、はい、しかも激辛です。え、何？注文するときに辛さを選べる。あ、そうです。なんか普通、うん、辛い、中辛、うん、激辛。あ、でわざわざ一番激辛にした。もうすぐ食券渡して激辛でお願いしますって言いました。いや食べますよ。いいですか。余裕ですよね。はい、じゃあいただきます。はい、ちょっと待って、これさもうなんか料理これ。ちょっとスプレーかもしれないけどこれ料理ね。じゃあいただきます。はい、あれどうですかどうですか。いやこれね結構マジで辛い。だって激辛ですもん。うわーこれ明日心配だな。いやいや辛いもの大丈夫なんですもんね。でもまあ大丈夫だよ。めっちゃ足いやこれはうまい。うまいのバタバタですか。うまいのバタバタ。本当ですか。味は美味しい。楽しんでるじゃないですか。いやこれさ牛すじがうまいんだけどさ、はい、タレがもうでも結構食べましたね。めっちゃ甘かったの。ちょっとね、はい、めまいがあー唇が痛い。でもまあ結構強いですね。やっぱりこれ激辛なんですけど。いや辛い。もう確かに辛いけど、はい、味が美味しいから食べれるまだ。なるほどなるほど。じゃあ2品目いきましょう。
まだ行くの？もちろん。俺さ、もう飯食ってきたんだけど。関係ないですよ。だって好きなんですもんね、辛いもの。辛いの好きなんです。全然大丈夫ですよ。じゃあもう一個ぐらいなら食べれる。はい、じゃあ持ってきます。はい、はい、お願いします。辛さ、今一番辛いのはマックス。マックスお願いします。マックスソースかけてよろしい？お願いします。はい、激辛で。ありがとうございます。ありがとうございます。2つ目です。これめっちゃ激辛にしてもらいました。これもマックスで頼んだ。そうです、マックス。もうさ、辛いのこの口は大丈夫なんだけどさ、はい、胃がなんかちょっと変な感じになってきてんだけど大丈夫かな？大丈夫、大丈夫です。だって辛いもの好きなんですから当たり前にマックス頼むじゃないですか。これどうですかお前。いやでも俺はホルモンも好きだから、はい。俺プライベートでホルモン焼きめちゃくちゃいくから。あ、そうなんですか。大丈夫だと思う。鼻水止まんないから。いただきます。はい、蜂蜜とか入ってる。もうちょっと味わかんないけど、辛すぎて味わかんないですか？さっきのでもう舌がおかしくなってるから。え、ちなみにさっきのとこれだったらどっちが辛いですか？なんかもうわかんない。わかんないですか？ちょっと甘く感じるこれ。あ、そうなの。うん、コチュジャンが入ってるからかな。まあ、でも辛いけどね。もちろんこれも完食ですよね。うん、いけます。ご飯食べてきたからさ、辛いとかどうとかじゃなくて、はい、お腹がいっぱいなんです。いやでも大好きなものだったら全然全部食べれますよ。私トマト大好きなんですけど、これトマト100個分とかだったら私全部食べれますもん、お腹いっぱいでも。いやだから、いや俺だってほらお腹空いてたらまだバーっていける。さっきのより辛いかもしれないこれ。いきますね。自分も一口食べていいですか？一口もらってもいいですか？いいよ。そんなに辛いですか？いただきます。いやこれさっきのやつより辛いです。辛いよね。ちょっとこぼしちゃって肌痛いですよね。痛くない？ピリピリ
キしますよね。喜んでます？森明さん、味は美味しいよ。